はい、お得キャンペーンパックですね、これ。ワンボックスからと10枚つい、あ、5枚ついてきて、で、6パックで、まあね、1枚もらえるんで、14枚あるんですけど、まあね、なんでこんなにあるのかっていうのは、まあ察してください。なぜかもう、感づいてる方は気づいてるはず。家の中でフィーバーするぜってことですね。ということで1枚目。一応全部開けます。ちなみに5種です。ラウンドシールドドラゴン。お、いいね。初めのやつ。このね、裏にね、書かれてますね。全部で5種類で、一番、リミオソードかな。それがなんか欲しいなって。ラウンドシールドもなんか良さそうでしたけど。まあ多分ダブルと思うんで、14パックだったら全部揃うかな。ね、あ、取ったど。ちょっと待って、今さっき、寝とったって見えました。ちょっとなんか最近やばいんで。いや、なんか疲れてんのかな？俺開封動画しすぎて。あれ？ちょっとなんか間違えました、今さっき。本気で見えました、そういう風に。はい、3種類目。つまり、ワンボックス買うと5枚ついてくるんで、全部揃うみたいです。はい。なんか全部種類違うんで、これ。うん。つまり、ダブリはないみたいですね。ワンボックス買っとけば、これ全部揃うみたいです。魂の血で潤して。はい。5種類これで揃ったら、ワンボックスで揃えますね。予約してれば。あ、揃えましたね。はい。チェインソードドラゴン。まあ、3打撃なんで強いっちゃ強いけど、ダークネスで、何も能力なしっつうのは微妙ですね。はい、まあ、全部揃ってしまいました。はい、ラウンドシールド、ラウンドシールドドラゴン。武装キルの重さすべて防御力プラス2000するというものです。こいつもプラス2000されるってことですね。ただ、うん、まあ、いいんじゃないかな。ってことは2枚置いとけば、何気にセンターソー、あれ？センターソーって武装キルじゃなかったっけ？何気に強くなりますね。はい。まあもう全部揃ってるんで、まあ一応全部開ける必要ないんですけど、まあちなみにあと10枚ぐらい増えますね、これが。うん、まあそれに関しては、察してください。うん。なんで、そんなにあるのかっていう件に関しては、まあそれだけ、まあ動画にちょっと映してないですけど、今、あるんでね。まあちなみに10パックぐらいは開けずに取っておきます。バディモンスターを、手札に加えていいというカード。強いですね。さあ、どんどん開けちゃいまーす。あ、カード切っちゃった。やべ。あ、やべ。カードマジで切っちゃった。すいません。ちょっとここカード切っちゃった。まあ、見なかったことでお願いします。ちょっと俺はい、ちょっと上の方が。あ、大丈夫っすね。切れてませんでした。大丈夫だけど、ちょっと折れちゃった。ちょっと、これ取りづらかった。これ手で開けます。怖くなりました。はい。まあ、手だとなんか折れるんで、ちょっと怖いんですけど、それはそれで。はい。まあ、同じカードが出まくるっていう。とりあえずここで量産しとけば、まあ一応欲しいカード、後でデッキに入れるとき役に立つんで。まあでもあと10パックぐらいはあるんで、まあ、うん、10パックぐらいは取っとこうかなっていう。まあもしね、プレゼント企画とか、あったら、その時に配りたいと思いますのでね。まあ何年後か、何ヶ月後かわかんないけど、できるようになったら、配るんでね。まあちょっとお楽しみにって感じなんですけど、まあ今はできないですけど、うん、はい。それは取っといて、うん。はい、つうことでした。まあ、ご視聴ありがとうございました。まあ、こんな感じでね、14パック。まあ、ちなみにこれ切るときね、ちょっと上の方なんで、ちょっと気をつけてください。うん、特に動画撮る方。マジで切りますね、カードこれ。ちなみにこれ結構使えましたね、はい。これは4枚あった方がいいかな。だからどんどん集めといた方がいいっすね。はい、つうことでご視聴ありがとうございました。ワンボックス買っとけば、ダブらないってことです。はい、ではご視聴ありがとうございました。